皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではときメモ GS セカンドやっていきます。現在のパラメーターはこんな感じです。魅力だけ低いです。頑張ります。はい、爆弾処理します。佐伯くんに電話しよう。はい、佐伯です。あー、佐伯くん、私黒宮ユリアですけど。はい、あの黒宮ユリアです。ああ、なんか用か。明日お休みか。でも明日も爆弾処理したいから来週。さーて、どこ行こう。温水プール行こう。森林公園の温水プールに行こう。来週温水プールへ泳ぎに行かない？行かない、興味ない。そっか、そう。じゃあ、うん、またね。残念。はい、再び爆弾処理します。ハリーに電話しよう。もしもし。あー、ハリー、黒宮ユリアだけど。ああ、お前か。なんか用か。来週。さーて、どこ行こう。温水プールで行っか。森林公園の温水プールに行こう。来週温水プールへ泳ぎに行かない？その日は無理だ。俺様超多忙。そっか、そっか。だったら仕方ないね。あ、じゃな。うん、またね。残念。はい。ん？見つけました。見つかっちゃいました。高文さん、次の日曜日は空いてますか？空いてます。はい、空いてます。空中庭園に行かない？行きます。君となら楽しそうだ。本当ですか？はい、わかりました。はい、じゃあ今度の日曜。ちょっとドキドキですね。そうですね、高文さんとデート、ほんとちょっとドキドキ。今日は若王子先生とデートです。洋服はこのままで、アクセサリーを買いましょう。これ。ちょっと遅くなっちゃった高文さんは。あ、もう来てる。すみません、私遅れちゃって。大丈夫、落ち着きなさい。転んじゃいますから。はい。その服何ですか？あの、何か？とてもいい、君によく似合ってます。ただん？先生のセンスは信用しない方がいい。センスにはあまり自信がないから。内緒です。わかりました。内緒だったんだ。でも高文さん、この服気に入ってくれたみたい。ここが入り口ですね。さあ、行きましょう。はい。いや、タンポポ発見。懐かしいな。え、何が懐かしいんですか？ここまで種が飛んできたんですね。雑草は抜かないとダメですよね。雑草ではないよ。葉っぱがほうれん草に似てますね。そうだな。え、若王子先生、まさかとは思いますけど、食べたことあるんですか？葉っぱがほうれん草に似てますね。アク抜きすれば食べられるところも似てる。え？野原の味がします。やっぱり食べたことあるんだ。うん、いい感じだよね。そうなの？今日は誘ってくださってありがとうございました。こちらこそ。ティーンエイジャーに戻ったみたいで楽しかった。そうですか。また一緒に出かけよう。はい。まだ時間あるかな？あります。
大丈夫です。うん、じゃあちょっと寄り道しよう。はいはい。高文さん、質問があるんですけど。質問されるのは好きです。何でもどうぞ。はい。キスについて聞く。高文さん、あのキスについて聞きたいんですけど。キスですか？はい、あの魚の方じゃないですよ。はい。キス、魚じゃない方の。そうです。もう高文さん、いつかの科学室のことなら、あれはただの事故です。事故ですか？事故中ですか？でもあのことがなかったら、僕は今の僕じゃなかったような気がする。そうなんですか？高文さん、責任取ってもらえます？もちろんいいですよ。もう高文さん、やっぱり覚えてたんだ。そりゃ覚えてるでしょ。もうついちゃいました。そうですね。はい、ありがとうございます。家まで送ってもらっちゃって。どういたしまして。じゃあお家の方にもよろしく。はいはい、失礼します。高文さんに家まで送ってもらっちゃった。はい、爆弾処理します。ひかみくんに電話しよう。はい、ひかみです。あー、ひかみくん、私黒宮ゆりやですけど。君か、何か用か？来週、さーてどこ行こう。温水プール行こう。森林公園の温水プールに行こう。来週温水プールへ泳ぎに行かない？ダメだな、その日は用事がある。そっか、というかみんな温水プール嫌いなんだね。そう、それなら仕方ないね。ああ、要件は以上かな。それじゃ切るぞ。うん、残念。はい、再び爆弾処理します。天地くんに電話しよう。もしもし、天地ですけど。ああ、天地くん、私黒宮ゆりやですけど。は、先輩ですか？こんにちは。どうしたんですか？明日よりかは第3日曜日の来週。さーてどこ行こう。温水プールで行っか。森林公園の温水プールに行こう。来週温水プールへ泳ぎに行かない？すみません、毎月第3日曜日は部活で、その日は応援団の練習なんです。そっか、そっか、だったら仕方ないね。ごめんなさい、せっかく誘ってもらったのに。それじゃあ。うん、またね。残念。はい。ん？見つけました。見つかっちゃいました。高文さん、次の日曜日は空いてますか？空いてます。はい、空いてます。もみじ狩りに行かない？行きます。この季節の羽ばたき山は綺麗です。そうなんですか？はい、わかりました。はい、じゃあ今度の日曜。ちょっとドキドキですね。そうですね、高文さんとデート、ほんとちょっとドキドキ。今日は若おじ先生とデートです。洋服はこのままで、アクセサリーを買いましょう。こっち。遅くなっちゃった。高文さん待ってるかな？あ、もう来てる。あれ、あー、もしかしてイベントかな。高文さん、あ、
何？ドクター若王子。ドクター若王子？え、何？というか誰？またこの音楽。君は。え？先生知り合いですか？というか、なんでまた姫子さんの音楽流れてんの？あ、もしかしてこの黒服の人、姫子さん、もしくは花椿家に関係のある人？お久しぶりです、ドクター。ようやく見つけました。知り合いですか？いや、久しぶり。日本語上手くなったね。どこで覚えたの？え？あ、もしかしてアメリカに行ってた時の知り合いかな？日本に来てあなたを探しているうちに3年かかりました。3年か。誰だろう、お友達かな。いや、友達ではなさそうだけどね。あなたの気まぐれに付き合っている暇はない。私と帰っていただけませんか？え、先生。気まぐれなんかじゃない。僕には帰るつもりはない。先生、絶対帰っちゃ嫌ですからね。あの、高文さん、行って大丈夫？はい。どうも、遅くなりました。この女性は？あの、若王子先生の生徒です。あ、でももうすぐ彼女になります。彼女は関係ない。僕の生徒だ。今は高校の教師をしている。だから戻るつもりはない。そうだそうだ。高校教師、IQ200 のあなたが。え？バカバカしくて話にならない。なんだと？教師をバカにするんじゃないよ。というか、若王子先生、IQ200 もあるんだ。才能の浪費だとは思いませんか？ドクター、あなたの頭脳が一体どれほど巨額の。うわ、きったな。お金の話してきたよ。生徒の前で、つまらない話はやめろ。そうだそうだ。OK、わかりました。本当にわかりましたか？ I'll wait and see what happens. So long, doctor. え？あの、日本語でお願いします。なんで急に英語で喋ったの？ I said never. Forget me. 先生、あの、日本語でお願いします。さあ、悪者はいなくなりました。行こう。はい。今日のデート楽しめるかな？高文さん。はい。もうすぐです。紅葉が呼んでます。じゃあ行きましょう。あ、ちょっと。あ、高文さん。羽ばたき山はこっちです。え、道間違えたの？すいません。土産物屋に呼ばれました。さあ、行きましょう。もう、先生ったら。あ、森村君。誰に教わることもなく、秋になると紅葉を始める。自然はいつも正直です。そうですね。私も正直者ですよ。うるさいわ。紅葉ってロマンチックですね。揃って赤くなるのが不思議です。そうだな。これ教えてくれるかな。揃って赤くなるのが不思議です。紅葉は主に気温の変化で始まるんだ。だから同じ環境で生育したグループはほぼ同時に紅葉を始めるんです。へえ、そうなんですか。うん、いい感じだよね。来た。手を伸ばしてみる。寄り添ってみる。チョップしてみる。チョップしちゃおうかな。チョップしてみる。おっと、どうしました？すいません。景色ばっかり見てて。ちゃんと君も見てますよ。やだもう、こんなこと言われたら惚れる。高文さん、今日は誘ってくださってありがとうございました。こちらこそ。ティーンエイジャーに戻ったみたいで楽しかった。そうですか。また一緒に出かけよう。はい。さて、そろそろ帰ろう。あんまり遅いとお家の方が心配する。ああ、そうですね。家まで送っていくよ。歩きながらもう少しこうして話してたいんだ。私もです。
もう着いちゃいました。そうですね。はい、ありがとうございます。家まで送ってもらっちゃって。どういたしまして。じゃあお家の方にもよろしく。はいはい、失礼します。高文さんに家まで送ってもらっちゃった。今年の文化祭は学園演劇ですので、皆さんぜひ参加してください。はい。これ先生出るのかな。まあ前作も出てたから今回も出るんだよね。では2週間後の文化祭目指して頑張りましょう。はい、学園演劇、よし気合い入れて頑張ろう。今日の文化祭、私が参加するのは学園演劇。準備急がなきゃ。お客さんがたくさん。このツバメの衣装も動きづらいし、転んだらどうしよう。緊張してきちゃった。ツバメ？え？人外を演じるの？初めてなんだけど。おお！はい！皇帝？あ、わかった。幸福の王子か。いやー、それにしても似合うな。てか、学園演劇人手不足だったのかな。だって先生が出てるし。よく教頭が許したね。高文さん、わあ、王子様の衣装似合いますね。ありがとう。いえいえ。君だってなかなか、そのいいツバメっぷりです。それ褒めてます？最後ちょっと笑いましたよね。あれ、顔色が良くないけど具合が悪いんですか？いえ、緊張してるんです。緊張してるんです。緊張、なるほど。はい。高文さんは緊張とかしないんですか？先生もお芝居は初めてだからドキドキしてます。でもそれがとても楽しい。そうなんですか？楽しいですか？うまくいかなかったらその時ゆっくり反省すればいい。今はこのドキドキを楽しもう。はい、大人だな。これより羽ヶ崎学園学園演劇を開演いたします。はい。さあ、出番です。はいはい。おお。ああ、なんとか私のこのルビーの瞳をあのかわいそうな親子に持って行ってやれないだろうか。先生演技うまいな。おお、すごい。優しい王子様、そんなことをしたら王子様は目が見えなくなってしまいます。私には目が見えなくなることよりもあの親子が寒さに震えていることの方が。このツバメの衣装動きづらい。ちょっと衣装さん、てか今回主人公やらかしちゃうパターン。わかりました。じゃあ僕が王子様の瞳をあの親子に届けてきましょう。それはいけない。もうお前は南へ渡らなければ凍えてしまうよ。大丈夫ですよ。とここで王子様の周りをくるっと一周。わっ、え、こけた。おお、すいません。これはもしかして押し倒されてる？なんのなんの。ほら、次のセリフを。あ、はいはい。僕のどうしよう、セリフが出てこない。今回の主人公どうしちゃったの？僕だって。はい、僕だって。先生もしかして私のセリフ覚えてます？僕だって凍えて死ぬことよりやっぱり覚えてますね。凍えて死ぬことより、あ、王子様のお役に立てないことの方が辛いです。はい、よくできました。ありがとうございます。本当に助かりました。ありがとう。私たちは二人とも幸福だ。はい、なんとか切り抜けた。高文さん、やっぱりこういう時は先生らしい。
あれ、カーテンコール前の二人の会話ないの？演劇で主役になれたし、いい思い出になったな。高校生活最後の文化祭はこうして終了した。お、皆さん聞いてください。課外授業だ。来週の日曜、課外授業をしようと思うんですけど、どうでしょう？いいと思います。暇な人はできるだけ参加しよう。先生一人で行くのは寂しいです。はい、私参加します。どうしようかな。手を挙げる。よし、参加しよう。はい、わかりました。たくさん参加してくれそうで先生ほっとしました。よかったですね。じゃあ参加してくれる皆さん、よろしくお願いします。はい。ホームルームを終わります。はい。今度の日曜日か、寝坊しないようにしないと。あ、高文さんだ。一緒に帰りましょう。高文さん。はい。これから帰るところ？そうです。はい、一緒に帰ってもいいですか？もちろん。やった、一緒に帰りましょう。はい、よかった。それじゃあ行きましょう。あ、何にもない。高文さんと楽しく下校した。よかった、間に合った。おお、先生遅刻しなかったか。おはよう。おはようございます。これで全員揃いました。それでは出発です。はい。今日は博物館か。今日はガーギー展です。世界的な画家なのに教科書には絶対に載りません。そうなんですか？そうなんですか？ええ、ですから自由に感じてください。はい。自分で考えたことこそ本当に自分の力になるんです。さあ行きましょう。はい。はい。何を感じましたか？ですね、一言で言って気持ち悪いです。なんというか迫力満点です。美しさと醜さが同居しています。これだ。美しさと醜さが同居しています。うん、よく考えましたね。感心感心。ありがとうございます。やったね、バッチリ好印象。今日の課外授業とても勉強になりました。はい、大変よくできました。君たちと勉強するのは先生も楽しい。皆さん、本日の優等生に拍手。拍手。はい、じゃあ今日はこれで解散です。皆さんまた学校で。はい。はい。ん？見つけました。はい、見つかっちゃいました。高文さん、次の日曜日は空いてますか？空いてます。はい、空いてます。ボーリング場に行こう。はい。きっと楽しいです。そうですね。はい、わかりました。はい、じゃあ今度の日曜。ちょっとドキドキですね。そうですね。高文さんとデート、本当ちょっとドキドキ。今日は若おじ先生とデートです。11月になったからこの格好じゃ寒いかな。トップ着よう。アクセサリーは外しましょう。ちょっと遅くなっちゃった。高文さんは？あ、もう来てる。すみません、私遅れちゃって。大丈夫、落ち着きなさい。転んじゃいますから。はい。その服。はい。あの、何か？とてもいい、君によく似合ってます。ただただ？ん？先生のセンスは信用しない方がいい。センスにはあまり自信がないから。
内緒です。了解です。内緒だったんだ。でも高文さん、この服気に入ってくれたみたい。はい。ダーツしない？したいです。はい、いいですよ。この距離と高さだから矢の速度減少と放物線は。よし、ブルーズアイはもらった。頑張ってください。トリプル20も続けてどうぞ。すごい真ん中ドンピシャリ。その計算式を教えてください。上だ。すごい真ん中ドンピシャリ。ちょっと本気を出せばこんなもんです。かっこいいでしょ。はい、めっちゃかっこいいです。やったね、バッチリ好印象。今日は誘ってくださってありがとうございました。こちらこそ。僕も楽しかった。君とこうしてるとまるで。まるで何ですか？いや、いいんだ。また二人で出かけよう。はい。まだ時間あるかな？あります。はい、大丈夫です。うん、じゃあちょっと寄り道しよう。はい。はい。なるほど、そういう考え方もあります。ん？それじゃあ例えば。おっと、大丈夫ですか？え、何の話をしてたの？お、危ない。高文さん大丈夫ですか？え、先生焦げちゃった？ありがとう。いいえ、つまずきました。話しながら歩いているとどうも足元が怪しくて。もう気をつけてくださいよ。高文さん結構おちょこちょいですよね。あ、そういう君だって。えー、私ですか？どうしてですか？ほら、いつか科学室で。あ、キスのことですか？じゃあ二人ともおっちょこちょいということで。そうですね、そうしますか。は、はい。高文さん、もう着いちゃいました。そうですね。はい、ありがとうございます。家まで送ってもらっちゃって。どういたしまして。じゃあお家の方にもよろしく。はい。はい、失礼します。高文さんに家まで送ってもらっちゃった。というところで、今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。